皆さんこんにちは、伊豆です。本日もプロスペースやっていきます。本日はこちら川野選手ピックアップしていこうというふうに思います。はい、というわけで川野選手ですね、最新当てることができたんですけど、今回ピックアップしていこうかなというところです。それでは早速能力見ていきましょう。球威76、制球73、スタミナ69というところですね。で、まあ、球種見ていくと、ストレート、カットボール、スラーブ、川野ボール、サークルチェンジにツーシーム、スローカーブというところって、まあ、結構球種優秀なのかなというところですね。まあ、ちょっと川のボール使ったことないんで使ってみたいなというところではあるんですけど。で、まあ特殊能力が緩急20丸、安定感回、タイランナーというところで、緩急はあんまり能力落としてくれないんですよね。あんまりっていうか全然か。なんで上げてないんですけど、なんか変わるっぽいっすね。特殊能力ね。なんでまあここめちゃくちゃ変わるってなったらですね、特の上げてあげたいのかなというところですね。とまあ本日はですね、川野選手、まあ自分はね、初獲得なんですよね。っていうところで今回ピックアップして使っていけたらなというふうに思っております。先発でいきます。ランクスいきましょう。どうぞ。はい、では川野選手1試合目ですね、投げていきましょう。いきなり打たれていくと、さあ通信、うん、まあ攻め方としてはスラーブとかでカウントを取っていったりもできますし、うん、カットボールでボール球振らせたりねっていうところもできるんじゃないかなと。いいね。さあ、ナイスと。で、まあ自分はね、基本的には中継ぎで使おうかなというふうに思ってるんですけど、うん、先発がね、強すぎるんでね、ちょっとそこは、そのめっちゃ強い先発から川野さんってなると、まあどうなのかなって多少は思うんですけど、まあまあまあ、ちょっとボール球したかったですけど、うん、まあそこら辺は、まあいいところで使っていけたらなという感じではあるんですけど、ちょっと川野ボールいくか。ああ、ベストピッチ投げたかったですね。ああ、どんな感じなんですかね。ちょっとマジでわかんないんですけど、川のボールが。まあ普通に落ちる感じですね。どこからでも落ちるんですかね。高めとかでももしかしたら落ちるかもしれないですね。いや、ちょっと2点取られたんで次の回は抑えていきましょう。はい、では2イニング目ですね、抑えていきましょう。4点取ってきたのでなんとか抑えていきたいというところですね。いいね、ボール球かな今の。やっぱビタビタ決めてあげると打ってくれるのかなというところですね。いや、これストライクになるよな。さっきそれ打たれてるんだからもう全く。はい、まあ今のはちょっとボールにしたかったですね。さあ、まあいいね、ボール球結構振ってくれますね。うおー、清宮さん早いよ、帰るの。さあ、うわー、これ引っ張られましたね。まあまあ、うん、でも結構ボール球振ってくれますね。うん、まあ基本的にはこんな、こういった感じで攻めていくのかなと。ここのコースねの出し入れっていうところをしていくっていうところになっていくのかなっていう感じではあるんですけど、おー、振らないと。どうしよう、川のボール。これさすがに、おお、ストライク。いいね。おお、ナイス、抑えてくれました。2イニング目ね。まあまあ、もう1試合いきましょう。さあ、川野さん2試合目ですね、なんとか抑えていきましょう。はい、突っしなかったらさすがにね、自分最新の純正なんで。めっちゃ能力落とせるのかなというところではありますけど、振らないと。スラーブ、うん、どうしよう、川のボールなんとかしてくれ。いいね。まあ初見殺し感は否めないですけど、向き投げよう。うわ、川のボール強くね。まあまあまあ、いいね、打ち取れましたと。もう1イニングいきましょう。さあ、川野さん2イニング目ですね、ラスト抑えていきましょう。スラ、広角で出たけど、まあまあ引っ張ってくれる人には割と効果的なのかな。あそこ綺麗に流されるとね、割とホームランになるねって。
まあ、いや、いいね。じゃあまた川のボールいきますか。打ち上げろ。まあさすがにですね。でもう一球いくといいんですよ。まあまあ、うん、なんか本当に一球くらい打ち上げてくれたらラッキーかなというところではありますけどね。いいね、ボール待ってくれましたと。さあエンディングいきましょう。はい、では川野選手どうでしたかね。まあ割とね、先発陣と違う球種っていうところもありますし、左ピッチャーでもあるので意外と使うのかなというところではありますけど、うん、まあぼちぼち中継ぎでねやってくれるんじゃないかなというところですね。もうちょっとねタイピンとかついてくると使い勝手変わってくるんですけど、また今後そこら辺は期待なのかなというところです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また明日以降も動画出すと思うので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。ではいずれでした。